アイナス -15 マークはアメリカ空軍がソ連の爆撃機を迎撃するために開発した長距離地対空ミサイルである。正式名称は F-99、IM-69、IM-99、CIM-10 IM と多数存在し、導入当初は F-99 であった。戦闘機を表す F が付けられているのは配備当時無人戦闘機として配備されたためで、 当時の米空軍はボマークを最初の無人戦闘機と懸念した。ボマークの開発は1946年に陸軍航空省における対大型爆撃機のミサイル研究開発の分野からスタートした。3年後の1949年にボーイング社に長距離地対空ミサイルの開発契約が与えられ、1951年に F-99 という名前が付けられた。射距離が長いためカナダの CF-105 アローなど、周辺諸国の迎撃戦闘機の開発を中止に追い込むなど、各国に与えた技術的影響も大きかった。初飛行は、翌1952年である。しかし、戦闘機としての分類は、不可能と考えたのか、空軍は後に通常弾頭型を IM-99。IM 99 各弾頭型を CIM-10 と解明した。発射は垂直発射台から発射させる。まず液体燃料ロケットのブースターによって超音速域まで加速し、十分に加速した時点でラムジェットエンジンに切り替えて飛翔する。サージュによって中間誘導され、目標まで10ナノメートルでミサイル内蔵のアン、DPN-34 レーダーを作動させ、あとは アクティブレーダーホーミングで目標に向かう。射程は約4 0 0トルとされ、前期した通り周辺諸国の迎撃戦闘機の開発を中止に追い込んだりした。弾頭は1000ポンドの TNT もしくは核出力10キロトンの核弾頭を装備する。アメリカ空軍では1959年の1972年にかけて部隊配備された。カナダ空軍でも運用され、 1962年から1972年まで配備されていた。後に CIM-10B という発展型が登場した。これは一段目のエンジンを固体燃料ロケットにしたことで液体燃料ロケットに必要な発射前の燃料注入が不必要になり速応性が格段に向上した。またこれによって最高速度が M3 最高実用高度も 高度3万メートルまで引き上げられた。また、CQM-10 という標的機器も登場している。ありがとうございます。